はい、皆さんこんにちは、アランです。今回はウルトラマンブレイザー第20話、感想を話していこうと思います。いや、今回は、まあ、かなり個人的にシリアスな回だったんじゃないかなと思いました。怪獣の出現理由とかも、クマがさ、山から降りてきて畑を荒らすっていうのをさ、まんまこう怪獣でやったような回だったし、まあ偶然だと思うけどね、今ってさ、そういう問題って結構さタイムリーだったりするから、まあちょっとこう身近に感じたし、またその中にこう照明副隊長と、まあお父さんの話が入ってくるっていうので、人と人ですらさ互いにこう理解し合うのは難しいのに、この別のさ種族で言葉も通じないし、その人に危害を与えてしまうこともあるっていう相手とこうどう理解し合って共存していくのかっていう難しさっていうのがね、結構描かれてたと個人的には思って、その隊長が卵を爆発させるときにこうすまないって言いながら爆発させるのは、なんか本当になんか心に響いたというか、この回でこう人間と怪獣の共存の難しさをなんか改めてこう思い知らされましたね。まあ劇中では人間と怪獣でそういうものが描かれてたけど、この現実世界に生きるね、僕らもなんか人と人だったりとかさ、人とまあ今で言ったクマとかですか、そういうものとまたこうリンクする部分もあったりとかしてて、なんか身近に思えて、ね、そういうものをまあ考えさせるような回でしたね。っていう感じで個人的にはね、めちゃめちゃシリアスだったなっていう風に思ったんですけど、まあ時折挟まれるこうね、副隊長以外のスカードの隊員のギャグでどうにかこうシリアスになりすぎないように、なんかバランスをうまいこと取ってたなという風にね感じましたね。まあでもね、そういう感じでちょっとメッセージ性とかも強いなっていう風に思ったんだけど、その副隊長がメインの回としても良かったし、そのまあそこに暮らす人やまあ生活をこう守るためにこうズグガンっていうね怪獣をこう駆除することはできるんだけど、そのズグガンのその仲間を救おうっていう習性を利用してこう駆除する際にはまあすまないっていうこう謝罪の言葉をさ言ってしまうっていうのが、なんかまあ真面目さというかね、こう人柄の良さをね表してて、ね、非常に良かったなと思いました。で、戦闘シーンに関してもね、こう舞台がこう田舎のまあ村みたいなところで、ね、そこでね戦ってる感じとか良かったし、こう時間帯もね夕方っていうね、一番ウルトラマンでいいとされているね時間帯に戦闘をしていてね、そこも良かったですよね。まあ、アースガロンはまあこうちっちゃい怪獣をねいっぱい倒して、ブレイザーはまあ前回からねファードランアーマーをね今回も使って戦って、そしてこうチルソファードランサーをねこう弓にしてこう光の矢を放つっていうね、早速こう新技を披露してきて、いやーなんかね、やっぱこうウルトラマンとさ弓矢の組み合わせってね、やっぱいいよね。なんでこんなにねかっこいいんでしょうね。はい、今週の怪獣コーナーということで、今週登場したのは地底鉱獣ズグガンです。はい、相変わらずね呼びにくい名前の怪獣が登場しましたね。まあこいつはね、プレミアム発表会にも、まあ登場していたというかね、出ていた怪獣で、まあ個人的にはね、こう、殺意の塊みたいなね、見た目してるなーって思ってた怪獣だったんですけど、まあ今回はね、この、幼体と成体の、まあ2種類がね、登場しまして、まあ幼体はこう、人間と同じぐらいのサイズで、もうスカードのこう、電磁小銃で倒せるレベルなんですけど、まあ成体になると、まあ一気にね、50メートルのね、もう巨大な怪獣になりますね。で、音を発して、こう、仲間にこう、危険をね、伝えるっていう習性があって、まあ今回はまあそれを利用されてね、まあほとんどね、倒されてしまうんですけど、まあ他にも口からね、硬化粘液っていうものを吐いて、
まあ、この粘液がね、まあ、主な成分がね、アンモニアで、アンモニアは、まあ、窒素と水素によって、まあ、できている物質なんですけど、まあ、窒素はね、この植物を成長させるために、まあ、重要な物質なんですよ。で、ズグガンは、まあ、体の中で、こう、粘液を作るために、こう、土の中にある、まあ、窒素を吸収して、で、その土の中の窒素が少なくなったことによって、まあ、植物が枯れていったっていう、まあ、この生態が、まあ、今回の、まあ、事件の発端であり、原因であるっていうね。まあ、実にね、ウルトラ怪獣らしいじゃないですかとね、個人的には思ったんですけど、こう見た目もね、やっぱマガマガしいねデザインをしていて、なんか全身が武器みたいな感じになってて、まあ、この頭の後ろのなんか部分もね飛ばしてね攻撃したりとかできて、力吐く効果粘液もねもう瞬時に固まるんで、まあ、ブレーザー本当に身動きが取れないようにできたりとかしてて、なかなか強い怪獣でしたね。で、この音を発するって言ってたんですけど、なんか結構ね、まあいろんななんか虫の要素が混じってるっぽくて、まあこの音を鳴らす感じもちょっとこうスズムシっぽいし、腕はなんかカマキリとかね、そういう系のカマっぽいしで、まああんまり僕ちょっと虫には詳しくないんですけど、なんか結構なんかいろんな要素の虫の特徴を持ってるような感じがしてて、動きもなんかカサカサ動いてる感じで、完全にこれは虫やなって動きしてて、ね、これはちょっと昆虫怪獣大好きな人はね、たまらん怪獣だったんじゃないかなってね。思いましたね。まあ、個人的にはちょっとね、ガメラ2のレギオンっぽくてね、良かったと思いました。はい、ということで今回のね、感想はこんな感じになります。いやーなんか今回はね、個人的にちょっとね、メッセージの強い回だったなっていうね、印象を受けましたね。なんか結構、ねえ、なんか身近に起きていることというかね、話題になっていることとこうリンクするような内容だったし、なんか改めて本当に他の種族との共存ってなんかこう、どうしたらいいんだろうなって思えるような回で、本当になんか考えさせられましたね。まあそれ以外にもね、今回登場したズグガンのデザインとかもね、すごく良かったと思うし、なんか全体的になんかバランスのいい回だったなと、思いました。そして来週はね、まあ、アースガロンがね、ついにモッド3が投入されるらしくて、このモッド3がね、まあ、どうやら、まあ、空中戦仕様のようで、予告ではね、大空を舞っている様子が描かれてましたね。まあ、そしてそれに対峙するのが、再び現れたデルタンダルということで、このデルタンダルも、まあ、予告の感じだったら、前回のものよりも、まあ、強化された個体が登場しているようで、なんか予告ではね、空爆とかしてたりとか、なんかサイズ的にも、なんかでかいんかなって思いました。まあ、特に今多分画像貼ってると思うんだけど、これ遠近法なのかもしれないけど、明らかになんかでかくなってないっていう。感じしません？わからんけど。ゲバルガもそうだったけど、なんか、強敵の今、巨大化が止まらないような状態になってるんで、ワンチャンデルタンダルも巨大化してんのかなと思って、この巨体で果たしてマッハ9は出るんでしょうかね。そしてこのアースガロンモッド3も、まあ、対デルタンダルというか、後ろのこの、なんか、フライトユニットというか、まあ、飛行ユニットも、なんか、デルタ翼というかね、多分デルタンダルの、まあ、データ的なもので作られてるっぽいんで、これはマッハ9対マッハ9の世界が見れるんじゃないかなと思って。ちょっとね、まあ、前回のデルタンダル戦がね、結構ね、良かったので、この次回の戦闘シーンにもちょっと期待したいかなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。僕のチャンネルでは、土曜日の8時55分から同時視聴と、あと感想動画もね、上げておりますので、よかったらね、そっちも見てくれたら嬉しいかなと思います。あとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。ということで今回ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。では、さようなら。